近隣喜びは中華人民共和国の政治家、元財政部長。1944年7月29日にチャンス省蘇州市に誕生する。1962年に中央財政金融学院に入学し、1966年に卒業した。1972年3月に中国共産党に入党する。長らく雲南省で役人を務め、 1991年9月に中華人民共和国財政部副部長。1995年3月に国務院副秘書長。1998年に中華人民共和国国家税務総局局長などを歴任する。2003年3月に温家法内閣の財政部長となる。中国経済は1993年から緊縮財政。 1998年8月から積極財政を取っていたが、金人喜びは2004年5月に財政の中性化を宣言した。金人喜びの在職中に中国経済は成長を続け、外貨準備校は増加した。ただし、アメリカに対する貿易赤字も増加した。2007年8月に63歳で財政部長を辞任し、 国務院発展研究センター副主任となる。これは、古近東総書記の政治腐敗一層の指示により、女性スキャンダルに関与している疑いがある、近人喜びが解任されたとも見られている。台湾の女性庁報員と愛人関係を持ったためとも言われている。なお、公認の財政部長は、チャ・アキラ人が当てられることになった。2009年11月に副主任を免職された。 2021年8月28日、北京市の自宅で火災に愛死亡。本席はチャンス賞蘇州市である。ありがとうございます。